はい、おはようございます。この日はですね、朝9時からミーティングなんで、その前に、ちょっと先方の近くで、企画書をパパって仕上げて、でそのまま今度京都に行かなきゃいけないんで、久しぶりに駅弁屋行って、かき飯美味しそうと、角戸市に金閣ハンバーグ弁当、ついに角戸市の駅弁に、まあそう、でもやっぱノリノリ弁かな、ノリノリ弁好きなんだよな。というわけで、新幹線に乗ります。まあね、僕あんま忙しいっていうの好きじゃないんですけど、ちょっとこの日は忙しかったですね。でノリノリ弁、もうお腹空いてからすぐボーって入ったんですけど、まあ、このね、いいんですよね、鰹節と海苔っていう組み合わせがね、シンプルで、でその付け合わせのだし巻き卵とか結構しっかり作ってて美味しい。これでまたプログラム書きます。で京都で公演90分、公演やったら、帰ります。往復5時間、滞在3時間ってあんたって、帰りに、ね、京弁当って書いてあって、なんかちょっとやっぱ駅弁マニアとして京弁当気になるなと思ったら完売なんですよね。これ結構びっくりしました。まあ、夕方だったって思いますけど、で他にもなんか地元の駅弁美味しそうなのいっぱいあって、その熱にしちゃったんですけど、なんかこの日はほんと疲れてたんで、朝も駅弁、夕方も駅弁なんで、まあ、なんかこの普通のこう一手間かけた唐揚げっていうのに惹かれるボンがあって、これをいただきます。これほんとシンプルで、なんか唐揚げね、珍しいのは山椒がついてて、山椒もこうピリッとした感じで食べる。右上に見えるのはね、あれマヨネーズですね。しかもなんか結構自家製っぽいな、普通のマヨネーズじゃなかったです。で美味しい。なんかこういうねお手紙がついたりして、なんかこだわり感じさせました。いやしかしやっぱ駅弁ってやっぱ久しぶりに食べると美味しいですね。したらまた明日。